どうしたのタイタンそんな絶対に目にしたくなかったものを見たような声出してほらこれ <laughs> ああ天国と地獄ねあなたの数少ない苦手な人が一人浮かんでくるわね曲自体は全然嫌いじゃないんだけどあの子もこの曲も癖が強いものねでもこの曲本当は 地獄のオルフェって名前なのよそうだったのギリシャ神話が元になってるの作曲家のオッフェンバックは神話をパロディにして19世紀のパリを痛烈に風刺するオペレッタを作ったのそれがこの曲うわっパロディの上に風刺って確かに癖だらけかもでしょ倦怠期を迎えた夫婦の浮気を題材にちょっとひねくれた喜劇に仕立てたってわけ なんかタクトっぽいわよね冒頭のメロディーが勢いあるから、てっきり、もっとこうみんながバタバタと動き回るような内容かと思ってた特に序曲が有名ね。ちなみに、このオペレットは、当時の批評家から、神話を冒涜してるって大告キされたんだけどね。えそうなのでもそれが逆に、話題になって228回もロングランをしたのよ。人ってね。 正しさや良き部分だけでできてないのダメな部分だったり悪い部分もあるからこそ人間なのよそれを教えてくれるのがこの曲ってわけそっか聞けば聞くほど地獄にぴったりかも少しは苦手意識も払拭できそううーん嫌な思い出ばっかりだしなとにかくしつこか 何百回も戦いに誘ってきてあげくタイタンが寝てるベッドにまで来てさ夜目が覚めたら目の前にいてほんとびっくりしたもんそのまま私の部屋まで駆け込んできたものねやっぱり地獄は無理